今回は信頼されるとされない人の違いということで解説していこうと思います。で、僕たちは、信頼される側でありたいという思うのが普通なので、信頼されない人の特徴というものをなくして信頼されるようになっていくにはどういうふうなことをしていけばいいのかということを解説していきます。で、このチャンネルではそういったコミュニケーションの内容であったりだとか、前向きに生きるためにはどういうふうに考えていけばいいのかというようなことを主に解説しているチャンネルになるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回も内容に入っていきましょう。まず、この人を信頼できるなっていう風に思う瞬間ってどんな時なのかなっていうことを考えていきたいんですけども、多分この人信頼できるなっていう瞬間って自分がいない時のその人の態度だと思うんですよね。つまり、めちゃくちゃ目の前に人がいて、この人がいい人だなと思ったとしても、でもこの人陰で何言ってんかわかんねえよなみたいなことを思ってしまったら、やっぱり信頼できないわけですよね。つまり、いい意味で、この人はいつもこういう感じなんだろうなっていうふうに思えた瞬間が、この人信頼できるなの瞬間だと思うんですよ。どんなにいい人ぶってる人が目の前にいたって、どんなにいいこと言ってくる人だったって、その人が陰では何言ってるかわかんないよなって思ってしまったら、やっぱり信頼できないわけなので、あ、この人はどんな時だってこういう感じなんだろうなって思うと信頼できるわけですね。だからこういうふうに、いつもこういう感じなんだっていうことを相手に、しっかりと伝えていけたら信頼されるっていうことが言えるわけなんですよ。でも、これを、じゃあ自分が目の前の時にいつも自分ってこういう感じなんですよって言いに行ったって、そんなこと信用してもらえないじゃないですか。じゃあ、本当に信頼される人ってどうやってそれを伝えてるのっていうことですね。それが、自分が人の陰口を言っていませんよっていうことをアピールすることが大切なんですよね。というのも、陰口を言う人って、目の前で、あの人さ、こういう悪いところあるよねとか、あの人さ、この間こういうことして本当されてたと思ったよとか、なんかそういうことを人がいないところでめちゃくちゃ言ってる人のことを見ると、あ、この人、きっと自分のことも言ってるんだろうなって。自分がいないところでは自分の悪口言ってるんだろうなって思っちゃうじゃないですか。で、こういうふうに陰口を言う人って本当に大切な信頼っていうものを失っちゃってるんですよね。つまり、自分がその人の目の前にいない時にきっと自分のことを悪く言っているんだっていうふうに思ってしまわれる行動を取っちゃってるんですよ。だからこういう人って相手に信頼されないんですね。でも逆に言うと、これをせずに陰で人のことを褒めたりとか、人のことを認めたりしているとどう思うかっていうと、あ、この人って本人がいないところでも人のことをいいように見れる人なんだなっていうふうに思うわけですよ。で、こういうふうに思ってもらうと、別に自分はいつもいい人なんだよっていうことをアピールしなくても、あ、この人っていい人なんだなって勝手に相手が思ってくれるんですよ。すると、先ほども言った、あ、この人っていつもこういう人なんだろうなっていう信頼ができるので、どん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 、信頼残高っていうのが溜まっていくよっていうことなんですね。で、僕の幼馴染がいるんですけども、まあ一番仲いい友達なんですよね。で、その幼馴染と、まあ月に1回か2回ぐらい会えたら会ってるんですけど、まあちょっと遠いところに住んでるんで、そのしょっちゅうは会えてないんですけど、でも、毎回やっぱりこう、お互いが、まあ帰省したりとか、出てったりとかってしたら、絶対に遊ぶ仲なんですよね。で、僕も、めちゃくちゃ信頼してるし、相手も僕のことをめちゃくちゃ信頼してくれてる関係なんですよね。で、この幼馴染、僕がなぜここまで信頼できるのかっていうと、絶対に人の悪口を言わないんですよね。むしろ、人のことが大好きなんですよ。だから、自分の友達のことも、あの友達はこういういいところがあって、とかっていうのをめちゃくちゃ嬉しそうに喋るんですね。で、自分の彼女のこともめちゃくちゃいいように喋るし、自分の会社の人たちのこととかも、いいように言ったりとか、尊敬できるんだっていうことを言ったりとかして、ね、もしダメなところを言うときでも、まあ、こういうところはちょっとダメだなって思うときはあるけど、っていうことを言った上でも、絶対に、でもいいところがあるっていうことをちゃんと話してる人なんですね。だから、僕自分がいないところで、こいつは僕の悪口を言ってるんだろうなとか思ったこと一回もないんですよ。で、実際言ってないんですよね。やっぱり信頼できるわけですよ。で、よく共通の友達とかから、もう本当にさ、あいつ、セイラ君のこと大好きなんだよとかっていうことを言われたりするんですね。もうこういうことばっかり言っててとか、こういうところすごい褒めてたよとかっていうのを聞いてたら、
どん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 、まあその言ってくれる子の信頼度も上がるし、そのやっぱ幼馴染が、幼馴染の信頼度もどん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 上がっていくわけですね。で、もう結果的に僕もその子の、ことをめっちゃ褒めるし、認めているし、まあこうやって動画でもね、実際認めて褒めちゃってるぐらいなので、でこういうふうに、どんどん人に自分のいいところを言ってくれてる人のことって信頼していくんですよね。で、悪口を言われてないんだ。むしろこの人は陰でも自分のことをよく言ってくれてるんだっていうような信頼がどん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 溜まっていくから、信頼されていくんですよ。だから多くの場合、なんかこう自分たちが上に上がろうとして、あいつこういう悪いところあるよねとかって言い合って、なんか仲間意識を固めようとしちゃうんですけど、まあスケープゴート理論っていうやつですね。やろうとしちゃうんですけど、それって結果的に自分たち、身内同士でも、こいつ自分のこと悪く言ってるんじゃないかなっていうような不安がずっと付きまとうわけですよね。でも、本当に信頼される人っていうのは、そういうふうに人の悪口で共感し合うんじゃなくて、人をいいように言って、褒めたりとか、あの人こういういいところがあるんだよとかっていうようなことをみんなに言いまくって、いいところに注目しまくって、その結果、あ、この人はいつもこういうふうな感じなんだろうな、いつも、人のいいところを見てる人なんだろうなとか、あ、自分のこともきっといいように言ってくれてるんだろうなっていうのが信頼されるっていう結果になっていくんですね。つまり、信頼されるととされない人の違いっていうのは、信頼されない人っていうのは、陰で悪口を言う人なんですよ。で、信頼される人っていうのは、陰で人のことを褒めれる人なんですね。こういった違いがあるんですよ。なので、なるべくね、やっぱり、ムカつく人とかはいるし、あいつなんで腹立つわって思う瞬間とかもあると思うんですけど、で、それを絶対言っちゃいけないとも僕は思わないです。もう絶対に言っちゃいけないとか思わないから、吐き出さなきゃいけない瞬間とかもきっとあるけど、でもその中でも、ちゃんと自分を冷静に分析して、こういういいところもあるんだけどねっていう一言を付け加えるだけでもいいから、その意識だけでも全然違うんで、なのでもう吐き出して、あいつバカにしたりバカにしたりとかってするだけじゃなくてね、うん、もうこういうところで相手のこういう気持ちもわかるんだけど、でもこういう言い方ってムカつくよねっていうような陰口にしてほしい。そして、なるべく自分の気持ちが穏やかな時とか、余裕がある時は人のいいところを褒めてあげたりとか、ああいう部分はいいよねみたいな感じで褒めてあげるようなことをね、意識してみてほしいなと思います。で、コツとしては、やっぱりその人の行動と人格っていうものをくっつけちゃうんじゃなくて、その人の行動は悪かったけど、でも考え方とか、どこういうふうに考えたんだろうなっていうところはわかるんだ、そういうところは共感できるんだよっていうような、人格と行動っていうのは分けて考えるっていうことをしていくと、相手の行動で相手の人格を否定して陰口を言ってしまうっていうことがなくなって、あの行動は悪かったけど、こういういいところはあるっていうふうに分けて考えれるようになるので、褒める部分と、ちょっとムカつくなっていう部分をね、ちゃんと分けれるようになると思います。なので、こういうふうにね、人格と行動を分けるっていうことを意識して、相手のことを判断していくようにすると、むやみに陰口を言ってしまうこともなくなるしね、人のことをうまく褒めて、自分の信頼っていうのも高めていけるようになると思うので、ぜひここを意識してみてもらえたらなっていうふうに思います。でこういう風に好かれる人には特徴があって、嫌われる人にも特徴がある。で、この特徴っていうのは、日々の習慣とか考え方っていうものが積み重なってできているものなんですね。なので、この日々の習慣とか、まあ、考え方っていう部分を良い方向に変えていくために、墓地予防セミナーっていうね、まあ、悪い特徴をなくして良い特徴に変えていこうよっていうようなことを解説しているセミナーを僕のメールコミュニティの方で配らせていただいてます。なので、ぜひね、すぐに10秒ぐらいで登録できるようになっているので、概要欄の URL から参加してみてください。で、毎日こんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。